今回はパンダ日記のゲームを紹介したいと思います。こちらです。パッケージはパンダさん日記、まあゆるい生活、パンダをペットにするということは 100% ないんですけど、まあペット感覚でパンダを飼ったつもりになって遊べるゲームです。ちょっと一度プレイしてみます。久しぶりにやるからちょっとやり方覚えてるかな。3匹パンダ飼えるんですけどね、これも今までの犬猫と同じで、ホーム、ともちん、あ、4匹か、ともちん、良平、まゆゆ、たっちゃんと4匹飼えて、1匹はホテルかどっかに預けてる状態になってるんですね。で、こう、良平のとこ行きましょう。あれ？こいつは誰だ？まゆゆか。なぜなぜしてあげたら喜ぶという。まあ、これも犬、猫、馬、猿、みんな同じパターンなんですけど、アイテムこれもあって、食事。まず、リンゴ。まゆゆりんご、はい、食べます。奪うように食べますね。この子は誰だ、この子は誰だ、名前出ないか。あ、出てますね。良平ですね。良平、おっ、おーい、ダラダラしてます。公園もあるんですけどね、公園、公園で遊ばすこともできるんですけど、今はもう晩遅いんで3匹とも部屋に、小屋に入ってますね。寝てますね。良平にも何かあげましょう。食事で水飲むかな、今。あ、飲みましたね。喉乾いてたんですね。久しぶりに会ったんで、お腹も喉も乾いて空いてると思います。で、アイテム。おもちゃ。バスケットボール。ありますね。シュッと遊びますかね。前回の馬猿では犬では全く興味示さなかったんですけどね、おもちゃ。今回のパンダちゃんでもおもちゃで遊んでくれないですね。いつも遊んでくれるんですけどね。よくどう、本当の動物と同じでなかなか思うようにいかないもので、全く興味を示しません、おもちゃに。まあこんな感じでパンダを飼うことはないが、飼った気持ちになって遊べるというソフトが DS で出てます。皆さんも一度いかがですかね。僕も一時期これはハマって可愛いもんなんで遊んでたんですけど、本当にペット飼っちゃったからそちらが忙しくてなかなかゲームができない状態なんですけど、まあこんな感じでゴロゴロしているパ
パンダちゃんも。可愛いと思うんで、これがともちんですね。ゴロゴロしているともちん。名前は自分で決めれるんでね、最初にね。たまたま僕が AKB と、この当時 AKB が好きで、ともちんとまんゆうが好きだったんで、その名前をつけました。良平は僕の仲のいい友達、同僚の名前です。をいただきました。かわいいですね。まあこんな感じで、ともちんにも何かあげまして、じゃあ柿の方あげましょう。食べるかな。おい、いつまで寝てるんだい。柿だよ。食べないかな。あ、食べました。まあこんな感じで遊べるゲームで、最後は当然このゲームも、ホームからですかね、お出かけでショップ、パンダハウス、パンダの山、パンダ園、シャワーがあるんで、汚れたらシャワーで洗ってあげて、パンダの山で遊べる、パンダの山、パンダの園で遊べ、公園で遊べるんですけど、今はパンダハウスに行ってるんで、んで、西部はどこかな。まあ、当然、ゲームなんで、最終的には、リフォームアイテムとかありますね。呼びかけもありますね。読んだら、ともちん来んのかな。前は来てたと思うんですけども、名前忘れちゃったんかな。あ、ここですね。ここでセーブすると、ここまでの記録をセーブ、これでセーブできましたと。まあこんな感じのゆるーい、ゆっくりのんびり遊べるゲームです。以上、ストロングマシンより。